梅田です。よろしくお願いします。こんにちは。お待たせしました。待ってないですけど、暴露の時間がやってまいりました。怖いですね、入りが。もうこういう世の中でしょ。はい、やっぱりいろいろ暴露あります。ありますね、いろんなところで。うん、ゴシップと言いますか。もうはい、今回イゼム、えぐいとこ行くね。4人、はい、この前俺あのなんか東京で撮ったんですよ、はい、撮影、はい、はい、と帰りの話なんですよ、送ってくれって、はい、の時に、まあ目撃したんですけど、はい、まあ、それはまあ一旦置いといて、 お寿司ってさ、うん、回転寿司、うん、一旦何食べ、魚、魚、はいはいはい、マグロとか、まあ、サーモンとか、マグロ、サーモン、エビ、タコ、イカとか、そこら辺でしょ。俺もそうやと思ってて、回転寿司、寿司屋なんかそうや、そうやろ、うん、で俺も元寿司握ってたし、うん、まあハマチ頼んだり、タイ、軍艦とか、うんうん、記事ちなみに俺は好きな軍艦お前、ヤマト違うわ、宇宙戦艦違うわ、軍艦巻きやって。おう、今巻きもんな、ツナとかマグナ、マグナ、マグロユッケとかヤマト、いやネギトロとかね、うん、はい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 。で、ごめん、話戻るけども、うん、リゼムと帰りな、うん、寿司行ったんや、うん、で4人と俺やん、はい、で俺もまあ好きなもん頼む、エビとか好きやし、うん、頼んだけどタカが、うん、もうみんなのこと分かってるから、うん、まずサーモン4頼む、はあ、で、1個ずつかなって思うやん、うん、だからタカ4食ってる、8サーモン、サーモン8匹、うん、食うたんや、うん、ほんならシゲがサーモン 4頼んだよ、うん、配るんかなと思って、うん、ほんならサーモン4食ってシゲも8 で、ケイコがほんだらあのなんか炙りサーモン、あー美味しい、これ4頼んだよ、まあ、8配るんかな思ったよ、結構食ったよ、8 で、アボカドサーモンみたいな、あるね、サラダにしてるやつ、うん、美味しいやつ、翔平くんが4頼んだよ、うん、配るやろ、配るやろ、4食ったよ、8で32、以前で今、うん、サーモンで、俺がまあ3皿ぐらい、タイとか、エビとか、うん、エビ2とかいったりして、うん、で、俺が多分5皿ぐらい、うん、で残りが、39皿、うん、これ全部サーモン、びっくりせえへん、サーモン、サーモンしか怖い、そうやで、リゼム4人全部サーモンえ、ツナ、タイ、マグロとか怖い、怖い、怖い、絶対怖い、サーモン、炙りサーモン、アボカドサーモン、アボカドサーモン、オニオンサーモン、トロサーモンを、うん、もうおのサーモンを食いまくるだけ、クマや、最終店もビビってカチカチのサーモンが出るよ俺だから入ってから帰りまでずっとなんか魔法見せられてる楽しくない寿司やん、えびっくりしたよ、え俺まだびっくりしたよ、ボケなんじゃない、ボケじゃない、普通の顔して普通に払って普通に帰ってった、カメラは回ってない、回ってない、梅谷にボケで突っ込んでほしいからサーモンいっぱい頼む、あ、違う違う、普通の顔して普通にサーモン食いまくって、なんだよ、なんでなん、俺これヤバいと思って絶対言うたろう思って広島がそうなんだ、え、あいつらがヤバいんか、え、おる、そのもしおったら言ってほしいんやけど、サーモンしか食えへん39皿ってだから関数で言ったらもう70いってるから、うん、な78貫サーモン食ってやるの4人、うん、やばない、え怖っ、なんやねんこの動画、いや言ったろ思ってこんなサーモン消費するグループおるぞって確かに見たことないもんな、ないやろ、ない、だから普通のサーモン
4行った後にハマチ40やったら分かるけどな。分かるん？分からん？分からんやろ。うん、どんな俺エビどんなに好きでも、うん、行っても2、3やもん。だってサーモン4行った後に炙りサーモン4行ったりするねん。おかしいわ。おかしいやろ。おかしいわ。これでモテてるって分かんと思うねん。確かに。確かに変やねん。うん、だから俺これ言ったら多分モテへんなると思って言わんとこうと思って。ブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンバン。回転寿司行く必要ないやんか。サーモンだけ。そうだから鮭屋さん行ったんやん。普通にないやろそんな店。おう鮭屋さん作ったらもうあいつらずっと行くわ。行くない？行く。だコストコでサーモンでっかいの買ってきて、うまい、めっちゃ喜んじゃん。それでバシン縛いたら終わりよ。なんで縛くねん。おうサーモン買ってレガースにしたらいいなあいつら。そうやで、あんなサーモン食うグループほんま怖すぎて、こ言わんかったよその時。もうえマジでぐらい。もう後で暴露したんだもん。なんか俺なんか秘密の合コン誘われた感じよ。なんかサーモンばっかり食う会に呼ばれて、なんか俺全然食えへんから、梅ちゃん全然食わないねとか正直もう言うね、うん、いるサーモンとか言って怖っ。俺も1個オニオンサーモン食いたかった。すんちゃうだよ。それは絶対1個俺もオニオンサーモン食いたかった頼んだんやけど、翔平君に取られた。え人の取る。回転寿司で人の取る。回ってくんのに。うん、頼んだら食うのに。で、あ、じゃあこれも怖い子だって、そのタカが一番頼む席おったから、おのおのあのアボカドサーモン頼んで、うん、頼んで全部4押すんや、うん、俺言ってないのにサーモン4頼まれて。宗教や。そうやろ。完全そうや。サーモン教に入らずさせかれてきてんねん。おう、そういう宗教や絶対に。サーモン4勝手に横で頼まれたらどう？もう絶対嫌。俺配った嫌。やからおみんなにあげたい。めっちゃ怖ない？俺まだ鳥肌立ってんの。あともう一個、ほんま余談ちょっと一個だけいい、うん、あのマキーにおすすめされた映画が一食う映画でした。ありました。あのネットフリックス の, あの黄色いに竜にパソ竜の村みたいな、ああネットフリックスで2位になってたんですよ。1位から2位になってて、でおもんないみたいな、おもんないやろなと思ったで僕見たんですよ。1時間映画やったんでちょうど1時間暇ができたんで見たんですけど、あのおもろすぎて2回見たんですよ。普通の映画より長く見たんですよそれで。俺見る前にいろいろ言われて、なんかその監督のあれは作品を見ないとか、演者を調べてはいけません、作品を調べてはいけませんとか、ググらないとか、いろんな抜いて見た方が面白くなりますよ。もうその言われ方したらめっちゃおもろもんだよ。それ見たら一食う映画でした。 I like green, I like 漫才、 I like サッカー、 泣く子も黙るフリーパフォーマー、 梅谷三条、 みんな集まれ、 この指止まれ。